イエース、切なケースです。やっていきます。デビゲーさっ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 ぶな、おったまそったわこいつ。前回あの花のやつに水をあげたんじゃ。でそうしたらどうすれば進もうぜって言ったけど、ひび入っておけど、これは何なん。どうした山田、山田電機。うん、このバカでかいガラス何なんだ。怪しいよな。ほんとやで、なんか中でサメとか飼いよんちゃうやろうな。確かに落下してきていろんな部屋を探索したけど、他に道もないしな。ないよな。あー、なんこれ、ちょっと待って、進撃の巨人のウォールマリア状態になってますけど。これ壊されたら人類終わりやぞみたいな。ガラスにヒビが。気をつけろ山田、中から何か出てくるぞ。クソ、次から次へと。人型の何かです。何これ。わーわー、何やけど何なの。ちょっとじらしてくるね、じらしてくるね。何かこっちは何か気になってるんですけど。ここで鬼畜王と運営の人、その他4人ですか。プレイヤーサトシは今あの部屋に入っているんですね。まったく、どうやって入ったんでしょうね。あれはまだゲーム内のモンスターとして完成した状態ではなかったのに、ん？無理やり起こしてしまうとか。はあ、プレイヤーサトシはゲームも着々と進めているようですし、まったくしぶといプレイヤーですね。これであれか、前回のパートでバッドエンドになったけどさ、前回やったっけ。ほら、これ多分ゲームオーバーになって魂抜かれた人じゃない。まだゲームのキャラクターになる前的な感じで、予備みたいな感じで、置いとかれとんかな。白夜さん、やっぱりや、ゲームオーバーしたばっかの人の集まりじゃこれ。どうしたの、サトシ。一緒にゲームを始めたプレイヤーなんだ。でも白夜さんは死んだはず。あー、ちょっと白夜さん、もう敵になってますか。もう敵になっとんすか。やめろ。あ、山田電機、サンキュー。おい、サトシ、逃げるぞ。こいつがお前と一緒に戦ってたプレイヤーだったとしても、今はお前を攻撃してきてる。このまま攻撃を受け続けるつもりか、殺されるぞ。そうやな、白夜さんだけなんかすっごい綺麗な状態で置いとかれとるけど、なんでだろうな。まあ、そんなことはどうでもいいや。逃げよ。ちょっと闇のリンクみたいになってますからね。こっちでいいのか、逃げる先はこっちでいいのか。あ、行ってないやん。ガガガガって ちょっとずつ動いてきてるかと思って、意外と動きが速いやつがおるし。あー、やばいやばい。あ、通せお前、通せお前。あ、あかん、やばいやばい。そんななし、そんななしや。白夜さん殺したらないのに殺さなあかんようになってしまう。もうちょっとちょっと、サインくださいじゃないやけん、サインくださいじゃないやけんさ。俺からサインもらったって何も意味ないやろ。そんなんだったらアイドルのサイン会、握手会でも行ってこいや。やめてくれ。あ、でもこれ楽やな。連打するだけで倒せるけん楽っちゃ楽やな。全滅。あ、一人残っとる。めちゃくちゃどんくさいやつおる。あれに引っかかっとるやつが。ここかな。手を入れてみますか。ってあるで。向こう側出口あるでないか。全滅、ほとんど全滅させたら、そこを突破口に突破すればいいやん。ほら、はしご、行くぞ。やったぜ。突破口を切り開くシステムだったわ。まだなんか、まだ来るん。一人しかおらんかったやん。だから登ってくる。しぶといぞ。床を塞ぐぞ、山田。わかった。かぶせて、運んできて、乗っけて。ふう、危ねえところだったぜ。あー、怖っ。静かになった。白夜さん、サトシ、行こう。あー、
危ねえやん。まだやいよる。何こいつら、ちょっとデザイン可愛いらしいじゃないですか。なんすかこれ。コーヒー好きの俺にこれを切らせるとは、ちょっと運営もちょっと弱点ついてきとんか俺の。いやそんなに弱点ちゃうけど、ただ企業土地にさコーヒーかぶって熱いんちゃうんこれ。歯の形をした象。悪魔のセンスだな。何あれ、なんか真面目な掃除しよる。めっちゃ真面目なんか俺。でも真面目でも敵やけん潰します。ごめんね、掃除してくるようになると思うけどね。なこれ分電盤だ。動いていない。鍵を差し込むところがある。その鍵使って電源を入れる的な、操作する的な。開いてない。セーブポイントが欲しい。生き返ってる。あ、コーヒーのやつと、あ、コーヒーのやつを追いかけようんだよ。あれコーヒー待てみたいな感じになってる。ここも鍵がかかってる。とりあえずセーブポイントが欲しい。なんこれ、なんかこれ怪しいぞ。これ出れんのちゃうん。出れたわ。前にも似たようなことあったけんさ、出れんで敵が出てきてその敵全滅させたんか、出れん的なのがあったもんね。そういうんじゃなかった。早めの治療と書いてある。歯のことだよ。運営さん、なんで歯医者をさ目につけてない。歯医者に目をつけたんや。何これ、何あれ、ガチで何あれやけど。で床のやつもなんか謎解きチック。何かのスイッチのようだが、人の力では押せないようだ。絶対あの指、なんかすっごいでかいモンスターが上におるんじゃ。やばいよ、なんかもう悪魔的なやつがおるよ。これいけるんかな。いけー、動いた。お、それでボタン押すんじゃん、一番右のやつ。スイッチオン。ちょっと大丈夫？大丈夫かい？君大丈夫かい？ちょっと指から血が出るぐらい押しとるよ。ごめんな。後でちょっとやめさせてあげるけんな。まあ、やめさせることができるかわからんけどな。これでどっかの入り口が開いたと見ていいだろう。蝶たちは光に反応する。ある一色に関しては。文字が数えて読めなくなっている。あ、そこ読みたいところやん。なんこれ、あれが虫やな。あれがなんか一色に関してはなんとかみたいな。光に反応して一色に。赤、青、紫、黄色。じゃあ、ね、なんで黄色の時だけ切るん？なんで黄色の時だけ切るんや。ここに、つまりここの電気消したら近づくんだろうな。危ないな。危ないぞ、コーヒー。あ、やった、セーブポイント来た。本物です。躊躇なくやってきた偽物だったら危なかったね。まあ、本物だったけどさ。危ないね。さて、ヒントが少ない。上行ってないな。でも、上行ってないな。ヒントは少ないですが、上行ってないからな。多分ヒントは上にあるんだろうな。椅子。怪しすぎるだろ、これ。座るって発想に、たどり着くか。やめとけ。あ、でもセーブしたっけ。一回座ってみよう。はい。なんあーあーあー、俺は歯の治療に来たんちゃうんや。あ、いけたわ。死ぬんかと思ったわ。だと思ったけどさ、ここだったん、そこなん、そこなんや。え、間のどこ行ったん。何これ難しそうなん出てきたよ。1234567ってあって、左側右側下の歯上の歯で、なんか歯の名前がめっちゃずらーっと並んでる。何の本だ。歯の本だよ。イラストは歯だな。この本、歯の名前について書いてあるんじゃないか。ゲーム攻略のヒントか。ん、そういや、山田の家って歯医者じゃなかったか。めちゃくちゃ頼もしいんやけど。そう聞いた瞬間、山田お前めちゃくちゃ頼もしく感じ始めたんやけど。まあそうなんだけど、
親父のやってる仕事のこと全然知らないんだよな。使えねえな山田。お前は電気屋になるんだろどうせ。すまん、こいつに関してはあまり役に立てない。そうだよな。普通そんな専門のことを、専門的なことを親がやってるからってわからないよな。まあ大丈夫だろ、暗号みたいなもんだし、当てはめていけばわかるはずだ。ってことはパスワード何桁みたいな数字のパスワードなんかな。血のついたブラシ。違うよ、多分赤い歯磨き。え、なんだ、勝手に体が勝手に動く。受付をお済ましください。お済ましくださいって何あ、済ましてくださいの大をつけた丁寧なやつ。あんま聞かんな、お済ましくださいなんて。誰もいないのにすぐ近くで声が。こちらに名前と電話番号を。電話番号いるか、書けばいいんだな。カード発行するんだろうな。順番が来ましたらアナウンスを鳴らしますので、お手数ですがまたこちらまでお越しください。俺歯の治療来たんちゃうんぞ。佐藤志くんガム嫌いなんぞ。ガム嫌いやけんさ、あんまお菓子とか食わんのぞ。歯虫歯にならんのぞ。知らんけどさ。はい、わかりました。ここはダメやな。鍵やって、分電盤の鍵。下顎右側、犬歯の、そこ。そこって何？下顎右側、犬歯のそこ。ちゃう、これじゃない。え、どれやったっけ？これか。下、え、何やって、右側、下、あ、下顎、え？え？ちょっと覚えようぜ。ちゃんと覚えようぜ。下で、右で犬な。犬の底。下で、下で、右で、犬の底。つまり、右側、下で、3で、犬やけん、3で、でごっちゃい。そこってなんだろうな。そこがわからんな。3なんやな、犬は。それは覚えとこうか。これ関係ないな。いや、見えんかったってことはいらんな。なんやろな。3がどうしたん。3がまだわからんな。掃除お疲れさん。なんこれ。あ、下顎なんちゃらってんが、これの中で下顎なんちゃらってんはどれかって話かな、もしかして。床がくぼんでいる、何かをはめ込むようだ。これだわ。床ってこれのことだったんやな。ここにどれにはめ込めば正解でしょうかみたいなんが。なんこれ、なんこれ。クラーケンかな。でっかいイカがおるんかな。なんだそれ。パイレーツオブカリビアンちゃうけどな、このゲーム。どうすればいい。はめ込むもんが何かもわからんけどね。これ歯何なんだろうな。一応調べておこうか。なんもないっすね。なんもないっすね。あ、そう。なんか押したけど、なんかあるんかな。鍵だね。鍵がいるんだね。発電機は全部動いてない。厳しいぞ。はめ込むもんがあるんやな。ここ鍵かかっとったな。やばいぞ。全然わからねえ。これなんなん。これなんかじっと見たらどこか一つだけ違いますよーだみたいな感じあるんかな。ないな。なかったな。やばいぞ。全然わからんぞ。早めの治療。おい、お前何か、何お前勝手にやめとんなだ。な、何にお前。おお、そういうシステムのやつだった。まあいいや、これを使うのは次回に回そう。はい、というわけで、まあ今回はこの辺でなんやけど、セーブさせてね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーワゲ。
変わった。